おは、こんこん、アキです。今回もアーク実況やっていきたいなと思います。コーチドアースということで、ロードワイバーのスキンです。はい、まあね、まだね、傷は癒えず悲しい思いをしております。見てください、この目。悲しそうでしょ。泣いてるんだよ。そしてドレッドメア2代目できましたと。そしてね、今回やることはですね、はい、私の可愛いリーパーキングくんですね、死んでますと。まあね、まあ ASA のスコーチドアース有料 DLC から追加されたオアシサウルス、あいつを捕まえに行きます。うん、頑張ろう。そして、まあ、あいつをねテイムするのにちょっとね、こうやって死体が必要だったわけですよ死体というかあれね、インプラント的な、それを使って、まあ、オアシサウルスのテームの準備を。うわ、めっちゃおるな、もう。やべ。うわ、怖い怖い怖い。やめてやめて。怖いな。怖いな。よし。あ、いたー。はい、オアシサウルス。イベントカラーとかではないけどね。着地できるか、お、着地できた。まあ、ここにね、ディーパーキングを、召喚すると。そして、さっきの死のね、エキスだったっけ、これを入れることによって、まあ、テーム開始となっていて、まあね、まあ、ウェーブ戦があって、まあ、それをクリアするとワシサウルステーム完了といった流れになります。やろうか。よし、これでね、尻尾こい、危ない危ない。あー、ごめん、殴っちゃうわこれ。あー、ごめん、殴っちゃうわ。どうしよう、どうするよこれ。一旦ちょっとあれだね、ワイバー案件だねこれ多分。はい、着きました。はい、しかもこれね、ゾンビファイヤーワイバーレベル364、これよ。まあこれをね、蘇生をちょっとこの子でやりたいと思います。あーとか飛ばされる。でここにあるんですけども、ここですね、はい、オアシスの資源、ここに入れると防衛戦みたいなのが始まりますと。いや、緊張するね。緊張るだね。んこれ入れると、え、始まった。やべ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 。上からね、ハゲワシ君が飛んできます。はい、あんな感じ。なんだてめえ、十分距離をね、やって、まあ、ここら辺かな。そうだ、これ見えねえ。あ、ごめん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 、違う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 、チャンスチャンスチャンス。クレスが出てねえ。お、死んだんかよお前。はあ、お前弱すぎだろ。うわ、消えたし。よしかよ。よし、うわ、だるいなこれ。うわぁ、消えた。消えたよ。よし。いたわ。今度はね、今この死ぬ可能性まだこいつ秘めてるんで、一旦ちょっと、ポンショでやろうかなと思います。早いな、準備なし。追いつけねえよ。追いつけねえよ。魂のワイバーンです。あー、よし、さあ来いや。お前だ、お前は何もしないでくれ。どこ行く、前か。まだ大丈夫か。あかんねえ、
よし、俺のエイム依存、エイム依存でいく。ごめん、ごめんよ、うぜえなここ。ちょっとだだ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 、ちょっと後ろか。OK、 危ない、下見る。よし、残念。いやー最後リロード入った。こっちの方がいいわ。リロード。下手。オッケー、早いぞ。あと何ウェーブかかな。落ち着け。よし、よし、よし。いやーリロード入ったね。ここのリロードが。あ、どこ行った。よし、よし、リロード。どんどん来んな。やばい、多すぎる数が。よし、よし、よし。ふう、いやどんどん来る。やだやだ。これどこ来た。リロード。いや多すぎ、多すぎ。やばい。やったあーしんどあーで、あのライトニングちゃんはどこだい。ちょっと待って、あのライトニング、これどうやって乗るんだ。こっちか。あ、こっちで。いや、遅いね。あー遅い。これね、確かね、あのポット入らなかったよな。ポット入らないって噂を聞いたんよ。お水飲んじゃった。ボーラ持っちゃった。いらねえわこの野郎マジでよ。まあ、とりあえず頑張って家に帰ります。はい、拠点に帰ってきました。でっかいな。うん、まあ、そこでねオアシスサウルスの性能説明していきたいなと思います。まあ、最初にね、やってた通り飛行できると。飛行できて、あと時間経過でアイテムを勝手に生成してくれますと。これまだわからねえな。そしてさっき今バフかかってたんですけどね。よいしょ。ここバフかかります。これがね、移動速度が増加、 HP 回復速度増加の最大20スタック増やすといった流れになりますと。これね、食料値が多分ね回復しないんですよ。肉とかさ、これ入れてるけど、多分スイートベジタブルケーキで回復ぐらいしか多分できないかな。オアシスの資源これでいっぱいできますと。こ
これ復活ってできないのかなと。これ蘇生ってやっぱりもうできないのかな。はい、あ、それとね、あのこれね、騎乗してるときどこ座ってんのやろ。これ首元かなと思ってさ、こうやってさ見てみたいの。見てみたいの、なんかおるなんかおるぞって思ってお前靴取りてんじゃねえぞお前、大事な仲間失ってんねんぞお前。いや優雅やなお前はいはい、というわけで今回はね、 SA で追加されたオアシスサウルステイムしてみました。皆さんよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。で次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。ヤッフー。はい、よいしょ。これね、ちょっと動画内で間違ってたことを解説しようかなと思います。まずね、オアシスサウルス、餌食べれますごめんなさいね。餌はね、これなんですけども、鉢植え、この人間のとこを押して、まずこれをね解放してください。これとね、あとスコップがね、シャベルかな、シャベルと、鉢植え、はい、これが必要となってきます。じゃあね、シャベルを持って、はい、これ鉢植えをね、自分のイベントリの中に入れて、ここにある草を、左クリック攻撃かな、押すと、はい、追加って出ましたね、上に。そしたらこの緑のやつができます。これがオアシスサウルスの餌になります。これでね、あの餓死することが、なくなりますと。これね、木をね、木も取れるんかと言いますと、木は当たらない感じ。はい、でこの草ももちろん取れますと。でも、あの、どこだっけな。これ、サボテン。これだとね、はい、少量のベリーしか作れないので、できる限り、このちゃんとした、これを取りましょう。ね。これを取りましょう。いやー、砂嵐来ちゃったー。みんな逃げて。砂嵐ひどいんですけど、次行きます。さ、蘇生ができない。って言っていましたが、実はできますと。今ね、こうやって入れてます。私のポイズン。ゾンビポイズンワイバン、レベル133が入っています。これで、E クリック。まあ、いつも通りの指示とか出すとこですね。の、これ。恐竜蘇生。これで蘇生できるらしいです。では、いきます。はい。お。これを、蘇生。すると、ウォーン。多分ミニゲームは始まらないと思います。まずこれからスタート。擦り込みから、再スタートになります。ほんでね、やっぱりね、テームするときに使った子は、やっぱりなくなるみたいです。はい。そしてね、あの、この子、蘇生したんですけども、食料値がっつり削れます。はい。げっつり削れて、あと、これね、蘇生が、24時間クールタイム。死んじゃった！ご飯あげてないからまた死んだ。もう、やめてよー。はい、こんな感じになります。よっと。というわけで、お疲れ様でした。バイなら、バイバイ。